神様のご自身が現れてくださいますよ、言葉と理屈ではない、本当に心からあなたが彼の心に触れてくださって、神の子として過ごしていくことができるようにさせてください。聞かせよいよ。と、聖霊の名によってバプテスマをさせてください。